いやー、今日はちょっと電車の陰に隠れてしまってラッセル車見えないんですけど、あの見えてる電気機関車もまたかっこいいんですよ。今年の冬は雪が少ないそうで、まだラッセル車の出動はないそうなんですけれども、これからたくさん雪が降ってくると活躍の機会増えるんじゃないかなと思います。ということで今回は甲南鉄道甲南線の三郷駅へ出発進行。黒石駅と弘前駅との間 16.8 キロを結ぶ甲南鉄道甲南線。降り積もった真っ白な雪の中を今日も電車が駆け抜けます。沿線には冬晴れの青空をバックに高々と上がる津軽凧も。今回は江戸時代から続く伝統工芸に触れたり、意外な組み合わせのグルメを味わうぶらり旅です。1927年の甲南線開業と同時にできた三郷駅。1971年までは貨物も取り扱っていました。駅舎は実は甲南鉄道に現存する最古のもの。2011年にリフォームされました。三郷駅といえばこちらです。そう、86って言うんですよ。かっこいいな。三郷駅前に展示されている蒸気機関車8620型という形式から通称86と呼ばれています。1921年に製造された48640号機は1973年に引退するまで主に当時の国鉄五能線で活躍していました。その後鰺ヶ沢町の役場前で保存されていましたが、2011年、駅舎のリフォームに合わせて三郷駅前に移設されました。このスポーク状の動輪っていうのが主に明治大正時代の機関車の特徴なんですね。こう見るとかっこいいですよね。そしてこの86っていうタイプの機関車は、こう前の線輪とこの1個目の動輪自体がですね、ちょっとこう線路のカーブに合わせてちょっとこう横に動くようになってて、カーブをスムーズに曲がれるように設計されてるらしいんですね。ちょっと外から見てもそのこう機構みたいなのわからないんですけど、すごい技術ですよね。駅舎の中には現役時代の写真も飾られ、黒煙を吐きながら力強く走る姿を見ることができます。最初に訪れたのは駅から徒歩3分のところにある下河原焼の工房。下河原焼とは弘前市で200年続く伝統工芸で、津軽藩の藩主が津軽に玩具が少ないことを嘆き、焼き物職人たちに土人形を作らせたことが始まりとされています。阿保正志さんはその技術を継承する職人の一人。一昨年12月には県の伝統工芸士に認定されました。工房の中には今年の干支犬やねぷた祭りの参加者たち、さらには競馬のジョッキーまで、さまざまな形の土人形が並びます。そして下河原焼きといえば、そう、鳩笛。こちらの工房では事前に予約をすれば色付け体験をすることができます。あごめんなさい、修正機がないんで。なんか帽子っていうよりはリーゼントみたいになってきましたね。これ首のところとか見本見るとこうグラデーションというかなってますけど、そうなんです、はい、これはどうやって塗ってるんですか。やってみます。やってみたいです、せっかくなので。はい、一発勝負。一発勝負です。はい、はい、この辺ですね、いきます、はい、一周させてください。いいんじゃないですか。いいですかね、はい、あ、うん、一番大丈夫ですかね。9大点ということで、はい、はい、作業開始からおよそ30分、ついに、はい、こんな感じですかね。素晴らしい。本当ですか。素晴らしい。ああ、すご
ごく神経使いました。大した顔ないぞ。いや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 、どう見ても見本の方が綺麗ですから。音色もいいですね。うん、世界に一つだけの私の鳩笛できました。だから自分塗ったものというとなんか愛着湧きますね、より。ですよね、はいはい、今は主にどういった土人形作りで忙しいんですか。うん、今これからはひな祭りに向けて、おひな様最盛期です。そうなんです、はい、後ろに飾ってありますけども、はい、もちろんね、お代理様とおひな様だけじゃないんですよね。そうなんです、はい、一応15人作って、はい、これワンセット作るのにどれくらいかかるんですか、色塗るだけで。1週間ぐらいですかね。かかりますよね、はい、そしたらもう今から作っていかないと、はい、そうなんですよ、あんまり数作れないんで。私で一応7台続いてるので、はい、まあ、ここで投入れさせるのもあれかなと思って、一応娘がやりたいとは言ってるので、その方向でやっていきたいなとは思ってるんですけど。そうなんですね、はい、続いて訪れたのは去年4月にオープンした仁製麺所。黒石市出身の仁さん、実家はお蕎麦屋さんだそうですが、東京でうどん屋巡りをしているうちにうどんの魅力にはまり、お店を立ち上げたそうです。こちらでは主に弘前市内や秋田県のお店に向けて、ラーメンやそば、うどんといった麺を製造しています。さらに6月には直営のお店もオープン。店内の看板にはうどんを中心としたさまざまなメニューが並びます。トッピングは本場香川に習ったセルフスタイル、好きなものを選んで追加します。木村アナウンサーはシンプルなかけうどんに鶏天をチョイス。うどんの出汁はいりこ、かつお、ソーダなどを使っています。うん、おいしい。もちもちしてるんですけど、コシがしっかりしてるんですよね。さすが製麺所直営のお店ですよね。そしてこの麺にこのかつおだしの優しい味がよく合うんですよ。この鶏天も本当に肉厚ですよね。うん、おいしい。このうどんのだしにまたよく合うんですよ。食べ応えもありますね。鶏天は注文した後で二度揚げしてくれるので、いつでもサクサクの食感を楽しめます。うどんも美味しいんですが、こちらのお店はもう一つおすすめがあるんです。それが鶏中華。もともとは山形県が発祥のそばだしを使ったラーメンです。じゃあまずスープから。この一見普通のそばだしかなと思うんですけど、後からこうブラックペッパーのピリッとした辛さが全体の味を引き締めてますね。和風だしとブラックペッパー合いますね。うん、このもちもちの縮れ麺がこのスープをよく絡め取ってるんですよね。やっぱりこう全体的にこのペッパーの味、これがポイントですね。製麺所だけではなく、どうして直営店をオープンしたのでしょうか。やっぱり製麺所でうどんを作る、うどんや、はい、麺類を作っているうちに、まあ、やっぱり製麺所直営のお店ってなったら、やっぱり出来たてのものを提供できるんじゃないかなっていう方が一番思って、今後はもともと弘前に、まあ、から県外までいろんな方にこう知っていただいて、やっぱり地元のここの製麺所のうどんだっていうふうにこうアピールできるように、はい、していきたいなと思ってます。地元の伝統工芸に触れ、新しい味を楽しむ。今度の休日は鉄道に乗ってぶらり旅はいかがですか。